畑行きますか。小さなのも怪我してたよね。試験公開会場でここ。モルバンってあっとんな。わしゃろうとしといてな。試験公開会場でここ。あ、キーボード。あ、そうっすよ。あのさ、俺ら応募して落とされてねえけど、それどういうこと？あ、一回大会ですよ。そうやね。どういうこと？何笑ったの？なんかおかしいこと言うか。今日選考会やってるって言うからよ。なんかおかしいこと言った？あ？こんな何？あ、何笑った？何笑った？弁護士さん。あ、これ？なんでおかしかった？選考会やってる。朝のツイッターで調べてや、はいはいはい、来てちょうどいいじゃないか、みんな揃ってるんだよ。こんなん絶対俺のがそうや。ヘタラみたいなのばっかり集めて。ああ、出場してるってことですね。そうやね、もう今すぐでもやりたいですわ、俺。今すぐ見てもらってほしいですね。それ湯積み禁止っていうのがあるんで。え、湯積み禁止、これまでじゃなかった。もう弁護士さん、それあかんな。その眉毛、アートメイクちゃうまあ、押したら入れずに一緒やろうが、なあ、弁護士の限界で言うてみ、入れずにとアートメイクの違いなんや、一緒やろお前。何、警察呼びます？呼べや、俺でも何でも呼べや、なあ、その前に払い過ぎてから呼べや、なあ、何やねん。待て、話し合いで済まそうとしてんだからさ、俺でも何でも話終わってから言うんだらええやろうが、ちゃんと説明せえや。なあ、あのさ、俺たちが文句言いたいのは規約、ね、俺たち守ってさ応募したのに、なんで俺たちが応募って合格しなかったのかっていうことだから、警察も何も関係ねえんだよ。民事だから、これ民事だろ、民事ね、警察勝手に入ってない、刑事勝手に入っちゃダメだから、何がだって出てきました、入ってきて、お取りくださいって出てきてって言ってから、出てきて誰に、出てきてください。じゃあ民事は誰、責任者誰、ほんの言っちゃえないの誰、責任者も責任者、ほん出ていけって言うてへんやん、ほんなら自分が出ていけっておかしいやん。まずね、俺たち通されたここに、うん、どうぞな、そっからだから、お客様やから、筋取ってんだろ、筋どなたが出場したいって名前どうのこうの関係あれん、自分らの名前を聞いてへんのに、なんでこっちの名前やん。板垣優吾と言います。板垣優吾と言います。板垣さん、はい、名刺、はい、名刺あ、名刺じゃ一緒に、はい、行きましょう、行きましょう、はい、戦いたい方とかいいですか。え、戦いたい方とかいい、全員戦いたいから来てんねん。みんな戦いたいらしいぞ。あ、そう、主催者でやったら、え、あ、主催者でやる、うん、主催者でやる、あ、ほら俺やらせてくださいよ、俺やりますわ、俺やりますわ、いけもう俺面白い、逆に面白いぞ、うん、あー、なるほど、組長ダメだ、組長ですか、なんかおかしいこと言うと、いや、何もおかしいんですよ、ほんならなんで笑ったねん、これ出してまずいんですか、何の組なんですか、組の内容によると思う、あ、内容によるんですか、組長だけっこしかあれへんやん、まさか俺は建築会社の人間やろか。そうですよね、けど、それは下げてるんです、うん、それでもした。